渋谷店15周年おめでとうございます。おめでとうございます。筋肉正体です。です。タワレコード渋谷店が15周年ということで、15キーワードなんですけれども、15年前の我々何してましたかね。15年前ね。でももう40も半ばになると15年前でもそんなに昔でもないっていうか、15年前で30近辺だったのが寂しいね。なんかね、そうだね、15年前でも30か。そうだよ、15年前我々がちょうど活動休止しそうな時期だよ。そうでした。きついこと聞くね、ここもね。おかげさまでね、また新報タワーさんに売ってもらえるようになりまして、はいはい、タワーレコードさんのおかげで僕ら再結成できたんですよね。もちろんそうです、はい、そうそう、うん、そうでした。そんな感じでした、はい。タワーレコード渋谷店でのエピソードですが、僕は万引きをしました、うん、嘘つけ。厨房か。だから未だにタワーレコードのカウンターには僕の写真が貼ってあります。こう、こうやって、はいはい、防犯カメラって撮って、こいつ見つけたら報告しちゃってますね。そうそうそう、というのは冗談ですけれども、何か思い出ありますか。タワーレコードの渋谷店、俺昔実は渋谷住んでたんですけど、タワーレコードの渋谷店っていうのはすごい最先端なイメージだったよね。今もそうだよ。今もそうじゃん、うん、だからすごいですね。15年おめでとうございます。本当だね、はい、もうある意味老舗ですね。まあある意味での音楽で言えば渋谷のランドマークタワー的な意味合いがあるんじゃないかなと、うん、いろいろ CD をやっぱり買ったり見たりしたことが一番の思い出ですかね。ノーミュージックノーライフ、モアミュージックモアタワー。